皆さんこんにちは。今回はアクセルスキルの解説をしていこうかと思います。 SAOIF5 周年でアクセルスキルが登場しました。このアクセルスキルっていうやつはね、連撃の新スキルですね。強力なソードスキルを次々と放つことができる。まあ強力ってどの程度強力かっていうのはまあよくわからんすけど、いやわからんっていうか、まあ人によってね、まあ持ってるスキルがあると思うんですけど、まあね、モッドスキルとかもね、実はね使えたりもするんで、まあ一回だけね、なんかフィニッシュみたいな感じでね、プレイヤー諸君のバトルシーンを加速し、爽快感あふれるアイフの新たな戦闘スタイルが楽しめますと。プレイヤー諸君って言ってるのに敬語を使ってるあたりがめちゃくちゃ好きです。この文章、プレイヤー諸君ってなんかいいよねかやばきひこみたいな感じで、条件を満たし発動することでアクセルが起動するんですけど、一定の効果時間中装備しているソードスキルに消費 SP0、 スキルクールタイム減少、まあ、3秒になるっていうやつなんですけど、あとダメージ倍率上昇といった効果が、付与されていくと。これによりね、威力が上昇したソードスキルが連続で放てるようになると。で、効果が付与されるソードスキルはアクセルスキルか限界突破マックスのスキルに限られますと。で、アクセルスキルね、アクセル起動した時にこの消費 SP0、 スキルクールタイム減少とかダメージ倍率上昇、この効果が適用されるのがそのアクセルスキルか限界突破マックス貫突のスキルなんですよ。だから限界突破10回のスキルだけじゃなくて、アクセルスキルそのままね、例えばスキルレベル80とか、限界突破してないアクセルスキルでもアクセルとして使える、この消費 SP0 とスキルクールタイム減少とかいろいろの効果ねとして使えるという感じです。で、アクセルスキルの発動、これがね、そのどうやって起動するかってやつなんですけど、アクセルスキルのソードスキルをスキルスロットの1枠目に装備するとラッシュゲージがアクセルスキルゲージに変わりますっていう感じなんですけど、これ今ね画面のここアクセルのゲージになってるんですけど、まあ、ゲージっていうか、まあ、ここスイッチゲージなんですけどね、これどんどん溜まってくんですよ、スイッチゲージ、まあ普通溜まってくんですよって、まあ、溜めていけばそりゃ溜まるよって話なんですけど、まあ、ここがね覚醒スキルを装備してると、ここ覚醒のボタンだったと思うんですけど、ここのソードスキル1枠目ですね、このスキルパレットの一番上のやつ、メニューステータスプレイヤー装備でいうとここのスキル1っていうところがね、これスイッチ枠っていうんですけど、まあ、これがねスイッチとして使えるスキル、そこをアクセルスキルにするだけで、ここがねアクセルに切り替わるという感じですね。まあ、覚醒スキルだけ装備、覚醒スキルだけっていうか通常のスキルと覚醒スキルだけ装備すると、まあ、ここラッシュっていう風になるんですけど、この1枠目にアクセルスキルつけると、まあ、覚醒他に装備してようがアクセルになってしまうと。アクセルゲージは自動的に溜まっていき、街などの安全なエリアに戻れば全回復をします。ここら辺は覚醒ゲージと似てるんですよ。自動的に溜まっていくっていうのは、アクセルを打ち終わって空になった時にアクセルゲージっていうのがどんどん溜まっていくんですよ、空になった後に。で、満タンになったらようやく使えるっていうので、で、このアクセルゲージは街など安全なエリア、例えば第一層の始まりの街、天井門広場とかに行けば全回復するんですけど、まあ、覚醒だったら覚醒ゲージ半分まで溜まったら使えるようになるんですが、アクセルスキルゲージは、まあ、満タンになるまで使えないです、アクセルとして。で、まあ、アクセルゲージを満タンになるまで使えないって言ったんですけど、まあ、とりあえずね今ちょっとアクセルを打ってみました。で、その後ね今メニュー開いて無効にしたんですけど、これ最初90秒って出てたんですよ。だからこのアクセルゲージ溜まるまで90秒かかるんで、アクセルゲージのクールタイムですね、満タンにまで溜まるまで90秒くらいかかります。アクセルゲージが全て溜まってスイッチゲージが2段階以上溜まった状態でスイッチゲージをタップすることで発動します。だからスイッチゲージこれ3段階溜まった時に打ってもアクセルが起動するということです。メニュー、ステータス、武器熟練度って進んで、で、どれか武器をして、で、一番下の方行くと、まあ今一番下なんですけど、この動画撮ってる時点だと。これオーバーチャージ1っていうのがあって、
これ解放するとスイッチゲージが3段階まで溜まるんですよ。で3段階目でスイッチするとこのスイッチ時のダメージが 200% 上昇っていう効果なんですけど、まあ、この3段階でやってもアクセルがアクセルとして発動されるっていうことです。アクセルスキルの効果時間は30秒です、基本的にはですが。でこのねアクセルスキルのねアビリティもあるんですよ、ソードスキルだけじゃなくて。でアビリティ1枚につき効果時間 2.5 秒延長になるんですけど、限界突破の数1回するごとに効果時間が 0.5 秒延長なんで、アクセルアビリティこの動画撮ってる時点だと1枚しか出てないんですよ今。このねアクセルオーダーっていうのが出てて、でちょっと下の方行くとシリカーがあって、今ねこの1枚しか出てないんですけど、これ限界突破しない状態だと 2.5 秒ついて、で10凸で 0.5×10 で5だから 2.5+5 で 7.5 秒ですね。これ貫突時に延長される秒数ですね。今後ねアクセルのアビリティ増えれば増えるほどね、ちょっと延長時間が長くなってまあ強くなるのかもしれないですね。そのいろんなねアクセルアビリティ強いやつ出たら強くなるかもしれない。なお小春アシストキャラもアクセルスキルを装備できますが、アクセルスキルの発動はありません。小春とかアシストキャラね、ソロの時一緒にいてくれる、まあ、サポートキャラみたいな感じですけど、まあ、小春はねソロの時常に一緒にいるキャラクターで、まあ、アシストパーティーっていうのはこのパーティー募集のところ左のところの右のプラスボタンを押すとこれアシストパーティー作成って出るんで、まあアシストキャラをねこれ装備じゃねえや連れていけるんですけどアシストキャラ装備ってちょっと失礼だな。さすがにアシストキャラをアームドはできないんですが、まあこのね小春とアシストキャラはアクセルスキルの起動ができないと、アクセルスキルの起動っていうかアクセルの起動ができない。で次ダメージ倍率ですけど、発動中アクセルスキルと限界突破マックスに達したソードスキルは1枠目のアクセルスキルのダメージ倍率の 10% が加算されます。これ1枠目のアクセルスキルのダメージ倍率のプラス 10% って書いてあるんですけど、まあ公式生放送ウィークエンド IF で言われてたんですけど、この1枠目にセットしたアクセルスキルのスキル威力ですね、これ前回ガチャ動画で当てたこれは貫突で 1650% ダメージなんですけど、そのこれと、まあ、他の貫突したスキル、このびっくりマークがついてるやつですね、それを打つとこのアクセル中に打つたびに、まあ、これの 10% 分ねスキル威力がどんどん増していくんですよ。これだったら 1650% ダメージでその 10% つまり10分の1ですね、 165% がアクセル中にアクセルとして使うたびに加算されていくんですよ。で限界突破マックスしたモッドスキルにモッドスロットになんかスキルレコード装着してそのなんか追加効果だけが付与されるんですけど、その装着済みのモッドスキル打つと1枠目のアクセルスキルのダメージ倍率の 20% が加算されるんで、でまあモッドスキルはなんか装着したまま打つと効果時間が終了してしまうんで、その時点でねアクセルが止まってしまうんで、まあ、最後にその素材ついたモッドスキルは打つのがいいんじゃないかなっていう感じですね。スキルクールタイム減少、まあ、さっき言った通り、まあ、アクセル中にねそのアクセルと限界突破マックスのやつはクールタイムが一律でね3秒になるので、まあ、どれか打ったら、まあ、他のやつ打って、他のやつ打ったらクールタイムがね3秒なんですぐ回復してまた打ってみたいな、まあ、交互に打つこともできるますね、はい2つのスキルね、2つとか3つとか4つとかねつけたらできるんで。発動時におけるスキルスロットの視覚効果、アクセルスキルが発動するとアクセルと限界突破マックスのスキルスロットの周囲が光りますと、まあ、これちょっとアクセルで見てみますけど、これアクセル起動しました、キュイーンって言います。で1枠目ねこれアクセル装着したやつなんですけど、次貫突したやつを打ちます。これ貫突したやつ星3以下でもアクセルとして使えます。でここ見てほしいんですけど SP 消費が0で打ててて、でこれ3秒で回復するんですよ、クールタイムが。だからずっとこれ打ってられる、これずっとここ押すだけでこれブイーンってこれやってられるんで面白いですね。
で、このね、先導するダークエルフキズメルっていう盾スキルなんですけど、これ56層のメインストーリーですね。メインクエスト、あのストーリークリアするとクエスト報酬がもらえるんですけど、まあ、そのね報酬としてね56層全部クリアするとこれがもらえるということで、まあ、これね HP 徐々に回復するねバフ効果があるんで、まあ、HP を徐々にするバフ効果中みたいな効果が使えたりして、でまあこれ効果時間ね30秒、これ限界突破時かななんですけど、あ効果時間30秒って違うか、これ装備したら30秒アクセル使えるってだけか、あこれアクセルアビリティじゃないから、そっか効果時間30秒しか書いてない、ちょっとミスった。効果時間延長するのはソードスキルじゃなくてアビリティの方ですね。アクセルスキルの効果が切れる条件について、一定時間経つと効果時間が終了します。これアクセルの時間30秒なんですけど、基本的にはあのアビリティつけると延長されるから、その時間が終わるとこれ効果終了で、戦闘不能になると効果時間が終了。まあ覚醒もそうですよね、 HP0 にされてあの助け起こし状態みたいになったら終わります。でメニュー開くと効果時間が終了します。これ覚醒と一緒ですね。でクイックチェンジを行っても終了します。これも覚醒と同じです。クイックチェンジっていうのはここのあの剣と斧の交差するオレンジのボタン、これをやるとあの装備セット切り替えられるじゃないですか。プレイヤー装備でこれセット1セット2ってあるんですけど、これをね切り替えるのがクイックチェンジですね。で発動中に素材装着したモッドを打つと効果時間が終了します。スイッチゲージね仕様変更されました。アクセルスキルが出たと同時にでスイッチね常にね2段階で打てるようになったので、だから第1層で始めたての人がいきなりね2段階のスイッチ打てるようになったんですけど、まあダメージがね 15% 上昇するだけなんで、まあアクセル用ですかね。でさっき言ったけど熟練度スキルのオーバーチャージ1が実装されて、実装っていうか違うな、もともとオーバーチャージはあったんですけど、まあこっち最初ねこの今2段階で 15% なんですけど、こっちのねオーバーチャージ1の効果があの修正されて 15% だったのが 200% になったということです。で注意事項、ゲームからログアウトしていてもアクセルスキルゲージは自動的に回復します。まあ、これ覚醒と一緒なんじゃないかな多分。でアクセルスキルのアビリティによる延長時間はエクストラアビリティに装備している場合はありません。これエクストラアビリティっていうのは指輪に装備するアビリティですね。メニュー、ステータス、プレイヤー装備って進んでここ左指輪ってあるんですけど、これね、まあ、指輪については指輪について解説した動画を前作ったんで、それ動画説明欄にリンク貼っておくんですけど、まあ、これね指輪装備すると、まあ、このなんか緑の丸ポチみたいなのついてるアビリティを装備できて、でこの緑のポチついた効果だけなんか発動するみたいなやつなんですけど、まあ、それがエクストラアビリティっていうやつで、まあ、それはねちょっと適用されないみたいなんで、あの例えばそのアクセルスキルにそういう緑の丸がついたやつ指輪に装備してもあのアクセルのアビリティ延長にはならない。まあさっき言ったんですけど、アクセルアビリティは今のところこのシリカしか出てなくて、でこのシリカね、あの睡眠耐性が上昇する指輪の対応効果なので、これはエクストラアビリティでもあります。だからこれを指輪に装着していた場合、まあ、アクセル中にアクセルの効果時間延長が起こらないっていうことですね。発動条件を満たしていてもスイッチゲージではなくスキルスロットのタップではスキルの通常発動となります。これはアクセルスキルをスキルの1枠目に装備してて、でその時に普通にアクセルスキル発動しても、まあ、アクセルとしては発動しませんよっていうだけです。あくまで2段階以上のスイッチで起動するということです。でバーストスキルはバースト発動できますっていうのが、これアクセル中でもあのバーストで発動すると普通に消費 SP0 のクールタイム3秒になるんで、であのダメージ倍率上昇の上乗せもあると。でコネクタに連結しているアクセルスキル及び限界突破マックスのスキルは発動中のダメージ倍率上昇効果がありますってあるんですけど、まあ、コネクトに連結してるやつもね消費 SP0 なんですけど、まあ、アクセルとしてできるんで、まあ、連結分が当たるたびにこのダメージ倍率上昇効果があるっていう話です。でアクセルスキルを1枠目に装備している場合、
ラッシュゲージがアクセルゲージに変わってるため覚醒はできません。まあラッシュゲージね、ここアクセルゲージになってるんですけど、覚醒スキル装備したら覚醒になるんですが、まあこのアクセルゲージになってる時点でもう覚醒は使えないっていうことですね。今この来てるアクセルオーダーで、これアクセルアビリティのシリカってさっき見たと思うんですけど、これのために10突するかどうかっていう話なんですよね。で今のところこれ延長するためだけに10回限界突破するっていうとしない人がほとんどじゃないかな。これからアクセルスキルどんどんあのオーダーで引いていけば、まあ実質10突分のスキル引いたことになるじゃないですか。アクセル使用中だけの話なんですけど、まあでもなんかウィークエンド IF、 SAOIF の公式生放送ではアクセルスキルが使いやすい環境を整えるために、あの限界突破に必要な素材メモリア小石があの溜まりやすい、あ違う、手に入りやすい環境に、まあ、していくみたいなことをちょっと言っていたんで、まあ、今後考えていくって話なんで、まあ、どれくらいやってくれるかわからないんですけど、まあ、本当にやってくれるかわかんないんですけど、まあ、そのうちやってくれるんじゃないかな。まあ、このね限界突破に必要なこのメモリア書籍って、まあ、釣りで稀に出たりしたり、まあ、あとはダンジョン迷宮区のあのスコア報酬にあったり、まあ、最近だとイベントのねスコア報酬とかにもあったりして、まあ、あとは最近ね無料オーダー結構来てるんで、まあ、無料オーダーで星3以下がね貫突してるやつで同じやつ手に入るとメモリア小石に変換されるんで、まあ、それで溜まったりもするんですけど、まあ、今後ね手に入りやすくするかもしんないかもしんないっていうか、まあ、そういうの考えていくみたいな言ってました。でこのねアクセルスキル1枠目に装備してなくてもアクセル起動中はあのアクセルとして使えます。あ、まあアクセルとして使えるっていうのは消費 SP0 でクールタイム3秒って話ですね。だから例えばこの2枠目にこの盾のキズメル入れたとして、でこのアスナでアクセルを起動したとして、でこのアスナ打った後にこのキズメル打ってもこのキズメルもね消費 SP0 クールタイム3秒で打てます。でアクセルってなんかそのアクセル起動中になんかソードスキルが連続で放てるみたいな感じなので、この4周年で出たコネクストスキルもソードスキル連続発動できるやつなんですよ。だからちょっと連撃のソードスキルっていうことでちょっと似てるじゃないですか。でもなんかそのアクセルスキルは結構スピード感があって、でもコネクトだとちょっと遅いから、まあ、コネクト不遇になるかもしれないので、まあコネクトはなんか2023年、来年に情報修正を考えてるって公式生放送で言われてました。であとはアクセル中はスイッチが発動できなくて、でアクセル中にスイッチが溜まるかっていうと溜まりません。これちょっと今アクセル起動してみますけど、アクセル起動して、でこれいくら打ってもここスイッチゲージ増えてないじゃないですか。これいくら打っても増えてないし、でこの間にスイッチが打てないしたまらないしみたいな感じですね。でまあアクセルスキルって強いのっていう話なんですけど、まあ火力として強いかっていうとそんな強くはないと思います。普通に覚醒でいっぱいつけてあのモッドスキル打った方が強くなると思うんですけど、まあ、タンクとかバッファーデバッファーとして使うんだったらすごくいいのかなって個人的に思います。まあこれからねアクセルスキルどんどん増えていくうちに、まあなんか変わっていくのかもしれない、なんか強い効果のアクセルスキルとか出るかもしれないけど、まああの現状強くないっていうのはあくまで俺の感想であって、まあ、もっとね強いと思えるような使い方とか、まあ、考えつく人が出るかもしれない、まだわかんないんで。で SOIF でダメージ与えるときにこれダメージ計算式っていうのがある、まあ、考えてくれた方がいたんですけど、攻撃力、スキル威力、ダメージ何パー上昇を覚醒率っていう4つを掛け合わせた数値が、まあ、ダメージ値なんですけど、まあ、ダメージ何パー上昇っていうのはなんかクリティカルとか敵に弱点が入った時の弱点ダメージとか、まあ、クリティカルダメージとかそういうのがダメージ何パー上昇みたいなやつなんですけど、その攻撃力、スキル威力、ダメージ何パー上昇と覚醒率4つをバランスよく上げるとダメージが上がるって言われてるんですよ。
でもアクセルってちょっとねこの覚醒率の部分が、まあ、ダメージ計算式に入ってきづらいんですよね。でもまあこの刻印系使うならこの覚醒率が足されるんで、この覚醒率の部分に足されるんで、刻印、小刻印、主張印、あと落印、あと突水印ですね。それと例えば85層フロアボスとか91層フロアボスはブレイクするたびにあのボスに与えるダメージが増えるデバフ、スタックデバフがつくんですよ。85層フロアボスだったら1回ブレイクするごとに15スタックつくんですよ、ボスに与えるダメージが上がるデバフが。でそれも一応この刻印枠って言われてて、これがね覚醒率の部分らしいので、アクセル中にダメージ上げたいんだったらこの刻印系も、まあ、入れるといいのかなって思います。この今出てるアクセルスキル、これ初めてアクセルが出た時のオーダーなんですけど、まあ、アクセルオーダー、これに出てるこのアクセルスキル全部スタックバフがついてるんですよ。スタックバフ効果が、まあ、スタックっていうのはあの同じ攻撃、この例えばこの筋力減衰4デバフっていうのを当てれば当てるほどこのスタックっていうのが上がるんですよ。スタックっていうのはこのデバフのレベルみたいなものですね。これ同じの当てれば当てるほどその積み重なってってこのスタックっていうレベルがどんどん上がってって、でここに1スタックにつき 0.3% 低下ってあるんで、まあ、例えば敵に10スタックついたら 3% 低下だし、20スタックつけたら 6% 低下っていうなるんですけど、まあこれスタック3って書いてあるんで、まあ、3の倍数でついていくんですけど、まあスタック上昇効果とかね、スタックブーストっていう覚醒効果もあるんで、まあそう考えるとこのサーニャ、あのパワーライズ4これ出たサーニャもスタックブーストなんで、まあ、アクセルスキル出すことを想定して、想定っていうか今後出すこと考えて、まあ、スタックブーストをなんかどう活かすか、まあ、ユーザーが使うのを見るためにこれ出したのかもしれないですね。あのアクセル使った後に覚醒したら強くなるかもしれないみたいな感じで、まあ、なんかそのアクセルスキルってあの運営がやっぱダメージを上がる仕組みを出してる時点で、もしかしたらなんか仕掛けがあるかもしれないし、まあ、パワーインフレを抑えるためにあんま強くしてないのかもしれないし、まあ、ちょっとよくわかんないですね。なんかアクセルで上がるのはスキル威力のみなので、まあ、アクセル以外でそれ以外の要素ですね、この攻撃力、ダメージ、ナンパ上昇、覚醒率、この要素を、ね、上げられるかどうかがなんかやっぱ問題なのかなってちょっと思いました。まあ、なんか例えばボスの前半戦で、まあ、なんか落印とかあのスタックのバフデバフ入れてって、で後半戦でまあなんかあのブレイクしてって、でその後アクセルするとなんか違うのかもしれない、いやよくわかんないですけど。あとはこういうツイートしたんですけど、このモッド素材ってあるじゃないですか、この双剣士の記憶友情とか、まあこれをあのアクセルの時に打てば、まあこれスキル威力低いけどなんか追加効果が強いから強くなるんじゃないかみたいなちょっとツイートしたんですよ。どうなんだろうね、そのモッド素材入れたモッド打つと終わっちゃうけど、これ素材だけずっと打っててればみたいな感じで言ったんですけど、まあ威力面っていうかやっぱりタンクとかサポートですごい使えるっていうのは確かだと思います。やっぱ消費 SP0 とクールタイム3秒で打てるっていうのがすごく良くて、まあ持ち行きはタンク専業みたいな感じになってるんですよ最近は。あの85層フロアボス集会とかも結構タンクで行ったりするし、でやっぱねこのねアクセルスキル自体のあのスタックバフ効果が強いなっていうのもあって、まあ、このパーティー筋力増強バフっていうの、これ打つと1スタックにつき攻撃力が 1% 上昇するんですよ。でこのスキルをスイッチで打つだけであのスタック2と6上がるんですよ。スイッチで打った時に6上がる効果が発動して、普通に打っても2上がるんですよ。でこれスイッチで打つだけでスタック8上がるんですよ。で8上がったら攻撃力 8% 上がるんですよ。1回で 8% ってすごいと思うんで、でこれどんどんね積み重ねてったら、まあ、強くなると思うんで、これタンクでも強いと思うし、まあなんかこういうのでね裏セットにねスタックブースト入れるとかもね、まあ、考えられるし、片手直剣のねこのキリトのアクセルもねなんか劣化4バフとかついてるんで、これキリサメさんのスキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、これ本当に便利でいつも使わせてもらってます、ありがとうございます。これキリサメさんにねこの画像のね動画でのね使用許可をねいただいてるんでちょっと見ていくんですけど、
弓のコネクトでこの筋力増強4バフっていうのがあるんですよ。で、まあ、弓コネクトって大体そうなんですけど、この連結を当てた時に発動する効果ですね、このコネクトチェーン効果ってやつ、これ当てるたびに自分のスタックバフを3、6、9増加してくれるんで、これでもスタックバフが上がってくんで、このアクセルスキルの強いスタックバフをその弓のコネクトとかで上げるのも強いなって思うし、でこれ弓のねアクセルにもこれなんかなんとなく強そうな、まあ俺持ってないし試してないからわからないんですけど、まあなんか強そうなのもあったりして、もうなんか特にこれがね強そうに見えるんですよね。だからそういうねタンクとかサポートの面ではなんかすごく強いと思いました。もうアクセルでやるとタンクとかすごいやりやすそうですし、まあ、アクセルの解説はそれくらいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。